ナンピン親父です。本日のテーマは、最新7月権利確定、おすすめ優待株になります。7月の特徴と私の野望なんですけども、1月と7月ですね、優待が少ない寂しい月となっております。優待の数がですね、30から40となっております。しかしながら、年間を通してなるべくまんべんなく優待が欲しいという野望を持っております。優待の数は欲しいが、購入金額は抑えたいと思っています。そんな中ね、本日優待をご紹介する銘柄はですね、証券コード7196のカーサになります。本日の終値が1132円となっております。家賃保証の、が主に収入源となっておりましてね、家賃保証、近隣トラブル対応、安否確認とかですね、そちらの新サービスも試験導入で全国展開を狙っております。業績の方なんですけどもね、増収増益を予想しております。予想平均値は4.6%の増益。それに対してですね、最近の予想を推移を見てみますとですね、3ヶ月間で4.2%下降しておりますが、コロナの影響も最大限抑えられたのかなと思います。株価の方ですけども、3ヶ月で20.119%上昇しております。収益率ですけども、平均12.6%を上回っておりますね。これは業種内の比較した同社の増益率の水準です。今期予想の PR はですね、同業種の平均よりも高めの水準となっております。10%を超えたら収益性が高いと言われておりますので、立派な数字かと思います。では数値の方を見ていきたいと思います。ROE がですね、14.4%。ROA が7.3%。PER が12.5倍。PBR が1.75倍となっております。またですね、気になる実効資本比率はですね、52.1%と、非常に高い数値になっております。で、配当と優待の方を見ていきたいと思います。優待がですね、クオカードで1000円。で、配当の方がですね、年間ですけども、1株当たり30円になりまして、年間で3000円。で、優待の方が0.88%。配当の方が2.65%で、総合利回りがですね、3.53%となっております。権利月のね、少ない7月ですので、この3.53%ちょっと低いかなと思う方もいるかもしれませんが、まあ、株価もですね、1100円付近をうろついているということで、11万円ということでね、なかなか微妙な数値かもしれませんが、ぜひね、7月の権利が欲しいという方はね、ぜひ参考にしてみたらいかがでしょうか。本日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いいたしましょう。